はい、どうもこんにちは、マリーです。これからスクスト実況していこうと思います。はい、出だしからね、グダグダでしたけど、まあね、毎日投稿何日目だろう、6日目なのかな。で、前回なんかエクストリームレアのなんかなんだっけ、なんか希望となんだ、栄光か、栄光と希望みたいなやつあったじゃないですか。なんかあれ当たったんで、なんかそのプレビューをなんか YouTube に上げたら、なんか実況の2倍ぐらい伸びたと1日でね。まあ素晴らしいことですよ、ありがとうございます本当に。じゃあね、そろそろね、ガチャ100連ぐらい回せそうなんですよ。今ガチャ何個あるのかな。強いデモ海外は認めんぞ。これじゃないな。あ、そう、今日いつみちゃんの誕生日ですね、おめでとうございます。はい、で、UR 確定ガチャ2枚と10連レアガチャが1回、まあ10ですね。で、レアガチャが75なんで85です。で、まあスーパーレア以上確定ガチャ合わせたら、そう、96ぐらいかな、96なんで。で、今ちょうど、まあ、7枚レアガチャ券買えるんで、前回じゃない、間違えた。次回は100連レアガチャ回せれたらいいなって思います。じゃあ、対戦からやっていきましょう。絶対に負けるなよ。今ですね、鍛えてるんですよ、メンバーを。それでなんか、みほちゃんとはずきさんだけすごい強いみたいな感じになっちゃってて、結構、今なんか、一人一人の HP とかが、なんかバラバラでして、すごい。こう言ったんじゃない？言ってなかったか。普通か、これで。懐かしいな、このモーション。なんか初期の時の私って、なんか、さっき誰だったっけな、忘れちゃったんですけど、なんか本当にスーパーレアしか持ってなくて、スーパーレアでさえもそんな数枚しかなかったんですよ、本当に。で、なんか今すごいやっぱり自分運いいんだなって思いました。なんか強い人と戦う時だけ二歩ちゃん後ろに来るんだよね。なんか気持ちわかりますか。なんか強い人と戦う時に限って運が悪いっていう、まあそういう仕様なんだと思いますけど。ちょっと飛ばしますね。
おお。何の障壁にもならんぞ。隊長、私頑張ったよ。なんか対戦、ほぼ対戦で、なんか実況じゃないみたいな。なんか最近ようやくコメントが前みたいに復活してきてて、ちょっと嬉しいんですよね、個人的に。なんか前一本動画上げたら、なんかコメント最低でも3つぐらいあったんで、なんかだんだんちょっと戻ってきて嬉しいです、本当に。もうなんか私の立場で言うのもなんなんですけど、もうなんかコメントないからって、まあ空気読まずにじゃんじゃんコメントください。お手伝いします、頼むぞ。やおお、すごい。さっきより確実になんか20万ぐらい上がってましたよね。なんか攻撃のあれが攻撃のあれなんだろう。あ、そういえばなんか2週間3週間前になんか東京に旅行に行きまして、なんかその時になんか秋葉原行ったんですよ、自分。結構、アニオタなんで。それでその、アニオタじゃない、間違えた。秋葉原行った時に、なんか、その、アニメイトに行きまして、で、なんか、アニメイトで、なんか、好きな実況者さんとか、なんか、アニメ作ってる YouTuber の人いるんですけど、なんか、その人がグッズだいぶ前に出したんで、なんか、そのグッズ買いに行ったんですよ。で、そしたら、なんか、レジに、グッズ持ってった時に、なんか店員さんが、なんか、その、会計終わった後に、推しをお渡ししますねって言われて、あ、なんか、夢を見せてもらってるなって感じがして、すごい良かったです。頑張ってほしいな。あ、そう。いつみちゃんの誕生日なんで。切り替えがやばいんですけど。ハッピーバースデー！あ、やった、めっちゃ上がった。隊長のおかげで楽しい誕生日が過ごせたよ。というわけで、はい、私からもお返し。はい。ということでね、まあパーティードレスでも着せようかしらっていう感じで。どうだい？いいんじゃないですかね、結構。これが一番合うのかな？これ何の衣装だっけ？あ、待って。これ最高！すごくいいよ！あ、浴衣用ヘアか。まあ、これにしましょう。まあ、ハッピーバースデーということで。他は何を渡せばいいかな？じゃあ、指輪めっちゃ余ってるんで。はい。まあ、ついでにサムネイルの撮影をここでしようと思います。
これがいいかな。オッケー。はい、ですね、まあ今回かなりしょうもない実況だったんですけど、まあ見てくれた方ありがとうございました。まあ今回忙しかった、忙しかったんでね、まあまた次回ガチャ回していこうと思います。それじゃあまたね、バイバイ、バイチャー。